はい、じゃあ今日はマイティに、はい、フェイシャルエステのモニターとしてね、はい、来てもらいました。はい、でなんか今日は今日はちょっとあんまり普段見れないすっぴんでちょっとね、すっぴんをこんななんかメディアで発信することないんで、ちょっと昔入れてもいいですけど、そんななんか閲覧注意ほどじゃないんですけど、はい、やっぱちょっと眉毛とかね、あのちょっとはあの傷あるから生えなかったりとかして、もうなんかそうなんですよね。ね、若干やっぱ傷跡もあったりするんで、あんまりこうスピ見せないんですけど、うん、今日ちょっとやっぱビフォーアフターのシーンとかもね撮ったりするから、うん、ねちょっとビフォア使用前の顔を晒しながら行ってみたいと思います。はい、ちょっとね、でも術後楽しみなんで。楽しみですね。はい、結構ね、小顔になるってよく言われてるんで、はい、ちょっとこれでね、顔の長さ、顎の長さ、こう耳の下から、うん、顎を取って、うん、ちょっと向こうの、はい、じゃあここをゼロで押さえてもらって、向こうの耳の下やってもらって、はい。顔のデカさが分かってしまうんですね、これで。まあ、発表はしないでしょ。でも、発表しなかった意味なくないですか、ね、いや、その、変わったっていうね、あれをね。うん。まあ、でもいいですよね、発表してもね。うん、これがいいです、発表しても。はい、白目とか向いてるんで。31センチですよ。あ、でかいね。はい、でかいね。ね、大きいんだからどうかわからないですけど、でかい、まあ、31センチなんで、これが、術後にね、うん、もしかしたら小さくなってるかもしれないし、うん、変わんないかもしれないけど、でもなんかすっきりしたり、でちょっとね、肌の感じも自分でちょっとこう触ってもらっていいですか、あ結構しっとりしてね、こうもちもちになるって言われてるんで、うん、はい、うん、まあ、今日ちょっとね、化粧水とかはね、家出る前につけてきたんで、うん、まあ、若干ちょっとなんか、うん、あのあれなんですけど、まあ、でも化粧つけて、化粧何もしてないんで、うん、はい、まあそこもね、なんかね、デカートちょっと今日ニキビあるんですね。ニキビここら辺にあってするから、うん、ね、まあ、それも後でね、またなんかすぐ今日それが消えるってことはないと思うんだけど、うん、まあこのやった後ね、3日後とか1週間後とかになんかすっきりしましたとかなるとね、まあ今日だから顎のラインとかもそうだけど、あのリンパのね、詰まりとかも全部取るんで、あそこからね、流れがよくなって老廃物とかね、うん、やってほしい、ね、はい、ちょなんかスクショ取るなら今じゃなくて終わった後にスクショ取ってほしい。はい、はい、使用前、使用後でね、はい、はい、ちょっとね、行きましょうか、お願いします。はい、あ、たるみね、目もね、結構ね、大きくなります。あ、本当ですか、うん、左目の方、こっちが事故でまぶた垂れ下がっちゃって、あ、そうなんだ、目が半分しか開いてないんで、もしなんかちょっとツボとか押したりするんで痛かったら言ってね、はい、水面下にこうニキビの予備軍みたいなのがいる感じ、あ、うん、ね、それやっぱ弱いから、うん、エステ脱毛なんてしかないんですけど、その場合って、うん、何回か通わないといけないんですよね、うん、あ、結構もう私とかも白髪になってるよね、ヒゲとか、あ、そうなんだ、清原とかも前昔なのか、ヒゲはもう先に真っ白になってたけど、あ、うん、で黒に反応するから白髪は多分ね、確かダメなんじゃないかなと思うけどね、うん、関西の関西テレビかなんかのやつで、うん、あのなんか猫の番組に出てもらえませんかみたいなオファーが来て、うん、なんか
最終的な段階でなくなっちゃったんだけど、出世なんですけど、うん、大概でもそんな感じよ、いつもなんか話は、最初その会社が新宿にあるって言ったんだけど、途中からねそっち側に変わっちゃって、そっちの方で撮影して、でその時来てくれたなんかモデルさんの女の子もめちゃくちゃかかりよくて、もうだいぶ去年とかよりはだいぶ収まってきたというか、なんか結構軽いっていうかね。あ、そうです、本当に。そんなにさ、なんかかかっても、うちの知り合いも何人かかかってるけど、うん、こんなんだったら風邪と変わんないよとかって言ってるから。体調悪くても。本当中には何人かいるみたいだけど、普通は結構。感じだね。一人知り合いで一人はね、なんかすごい大変で、なんか肺が、バタバタしてるね。イラストが、絵柄が描いてあるんですけど、そんななんだ、ドラえもんのパックとかあんの、そんなの、うん、ドラえもんの絵柄が描いてある、ドラえもんなんですよ、顔自体、肩こりとかなんか少し戻ってきたんだっけ、また。あ、そうですね。また。結構リラックスするでしょ。うん、そうですね。うん、寝るほどじゃなかったかなっていう。
ね、ちょっと鏡見てなんか目がすごいすっきりしてる。いやでもなんか視野が広がった気がする、うん、見てて目がなんかあ、ほんとだね、うん、クリッとしてるね。ほんとすごい。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、はい。どうですか、実感としてやってみて。でもなんか、顔がすごいリフトアップされて、うん、なんか目が、なんか視野が広くなった実感はあります。うん、いや、なんか目はね、うん、完全にね、始めた時より大きくなってます ね。本当に、どっちも大きくなってる感じがして。うんうん、またね、もうちょっとじっくりね、やったらまたいいかなと思いますけどね。はい。今日はちょっと。もうこの後のね、ことでもあですけどね。しっとり感とかどうですか。いやでもすごい持ち肌になりました。なりましたよね。結構ほぐしたし、うん、流れも良くなってるんでね、うん、まあ、これで小顔になってたら、ね、うん、分かってみて、ね、また髪が痛くなる感じで、ちょっと耳のとこね、全部で、うん、手もらって、こっちもこっちだね、うん、これがこんな感じですね。で、うわあ、これすごい。すごい。29。え？29だ。2センチ。あ、ほんと？2センチ？2センチ小さくなってるよ。え、すごい。すごいこれ。うん。え、すごい。うん。でも確かになんか、ここら辺のエラが、すっきりしてるよね。そう、すっきりしたような感じ。あんまり普段やってないから余計多分1回ですごい効果出たな、うん、まあ、結構やってる人って、うん、まあ普段からね、なんか老廃物とか流れてるけど、うん、ちょっと差がね、あんま出なくなっちゃう。私も普段別に何も いじってないから、うん、2センチちょっとすごいね。2センチはすごい。2センチはすごい。2センチはすごいね、これはまた、ね、どんどん広めていきたいなと思いますんで ね、はい、ぜひね、小顔になりたい人と持ち肌になりたい人、うん、そういうのね、ぜひ来てもらったら、まぶたもすっきりする、目もね、大きくなったしね、うんうん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。